我が家の矢田部飛んで埼玉に出演緊急特別番組小林智春アワーあっぱれやってまーす。どうも金玉を龍ががっつり握りました。玄田小林です。10年ぶりぐらいにフグを食べましたアンガールズ山根です。ラジオネーム鬼坂みかんさん、どうも新しい学校のリーダーズの曲に合わせて金玉を振る動画をアップしたらアカウントをバンされました。アンガールズ田中です。年末年始は段ボールがたまります。サグチャイカです。はい、よろしくお願いします。さあ、このあっぱれやってますは、さまざまなジャンルのメンバーが90分にあたってあっぱれの内容をお届けしますということで、はい、先週伝えた通りですね、ユイリーが、5本の指を伸ばして両目を押さえて号泣してですね、ごめんなさいと涙の帰宅何だったのあれ。そんなことやるほどの、ね、状況じゃなかったでしょ。泣くほどの選手はそんなことやるほどの仕事じゃないって恐ろしいこと言ったからな。そんなことやるほどの仕事じゃない、お気軽にお休みくださいっていう、だから最初に、そういう契約なのかなっていうぐらいみんな気軽に休んでいくから。そんなことないって。そんなことないですよ。あ、そうですか。必死ですよ。ポンポン休んで。這いつくばってでも来てますよ。そう感じな。俺が一番這いつくばってたからな。でも、確かに自分がユイリの立場やったら、はい、今噛み締めてるよね。ラッキーやな。これ明日の休みも確定やしな。明日の休みマネージャーに電話で38度ですって言うたら進む話やしな、言うて。現場ではちょっとまあ、すいませんって帰って、今、家に帰っ着いたぐらいですかね。ラッキーだなと思って。ほんで、人の体ってほんまに、はい、その、なんか、あ、ラッキーって思ったら、回復に向かっていくやん。だから余裕が出てる。昼頃、熱下がったりする。そうそうそう。ということは、もうこれ休みやんってなって。久々に買い物でも行こうかしら、みたいな。ただの休みね。服屋さんでも久々に行こうかしら、みたいな。年末ですよ。ほんなら服屋さんに、あれ珍しいですね。こんな時間に。お休みですかみたいな。いや、ちょっと、もう朝仕事終わって。一応ね、仕事してきたんです。一応、朝、午前中で終わったんです。あ、そうなんですね。あ、じっくり見ててください、みたいな。まさかそこまでの想定踏んでんの、嘘泣きかな。それだったらあいつやばい人間になってきた。いや、嘘泣きじゃないんじゃない。帰ってからそう思うんじゃない。そうよ。うん。徐々に。いや、本気で泣いてたで。現場ではね。目真っ赤やったもん。うん。でもその目真っ赤のユイリー見て後ろでユイリーのマネージャーさん一瞬プッてなってる。いやそうですよね。だから温度感が合わないっていう。だから AKB ってやっぱそういう、もうソビエト軍みたいな感じで。まあもうそうですよ。うん、もうそんな一人がこう悔しいとか思ってるのも、そんな重く捉えてたらキリがないですからね。集団としてはね、数はいるわけだし、一人一人、まあそんな。デラとは違いますよ。デラとは違うんですよ、デラとは。デラとは違うんだよ、デラとは。ザクに使うことですか、グーが。まあまあいい、ね、まあまあだから解放に向かうと思いますよ。明日の昼には熱下がってると思います。人は気分でね。そうですね。体調変わるもんなんで。はいはい。さあ、何やったっけ、段ボール年末年始って。たまるかな、ゴミ収集来なくなるじゃないですか。ああ。ああ。そっち方式なのね。え、そっち方式ってどういう方式ですか。いつでも出せる方式じゃないの。そういう、なんかいいマンションには住んでない。あ、そんないいマンション。下にゴミ集めるところがあって、みたいな。集めてるんです。年末年始は。そんなあれか、もうアマゾンとかばっか頼んでんのか。え、ちょっと年末年始だったんで、ちょっといろいろ頑張りたいというか、いろいろ遊びたいなと思って、いろいろ買っちゃった。そうか。でもちっちゃいものに対して、段ボールでかくない？確かに、なんか保護されてるっていうか。保護されて、なんか紙入って。中こう、ビニールでピチピチしてる。転がんないようにね。こんなでかい段ボールいらないのになと思っちゃうんだよな、あれ。わかんないよね、あの段ボール。でも、ちっちゃい封筒みたいなんで来るときもあるじゃん。あ、あるある。ポストにパッと入っちゃう。ポストに入ってるときもある。うん。あれあのサイズでいいのになっていう。うん。そう、あの、集荷所とか、その、いろいろあるんじゃない？ああ、それによって変わる。何かと
電話でも買ったの？買ってない、買ってないですよ。電話って別に悪いもんじゃないですか。あ、そうですね。買っててもいい。そう、正しく使うと、ね、楽しく使うって言ったから、正しく使うのは悪くない。あと普通に髪を巻くコテとか買いました。名古屋巻きすんの？名古屋巻きが何か私あんまり、なんか割と。縦ロールみたいなことでしょ？ああ、うん。あまりこう、美容とか、やっぱ15歳からもうずっとやってもらってたんで、うん、自分でやることがなくて、やっぱ最近こう自分でやんなきゃいけないところとかも出てきたんで、うん、そういう時に、あ、髪巻けたらいいなと思って。まあ、そう、うん、いや、髪よりお前、そう、化粧を覚えなきゃそんな憎くて口の周り的もできるぐらいの。やってる、やってますよ。作るなよ、出来物。肉食うなよ。仕事だろ、出来物だけは作らないようにしなきゃいけない。写真撮って編集できるから、今の時代。今の時代できるの。昭和のアイドルが聞いた。むしろね、肉食った方が痩せる言うからね。そうですよ。筋肉つけて。はい、まあ、筋トレしてたらやけど、あ、もうピラティス行ってんで、そういうとこ、あ、ピラティス行ってる、ピラティス行ってやってますんで、肉、肉ばっか食って、肉食べて、口の周り出来物作って編集で消して編集で消して何やってんだよ私言うと突然泣き出すんじゃないの。怖いよ。大丈夫かな。大丈夫ですよ。そうやな、いつ頃からやろな、ほんま焼肉行ったら 100% ニキビできるようになったの。俺もできちゃって、これできるようになった。男性でも。やっぱ大人になったら食うもんちゃうんやろな、多分。肉って。でも、じいさんになっても、あの、社長とかは、そうね。ステーキとか、結局肉朝食べて。そうそう、肉食ってる人が長生きしてんねんな。そうですよね、活力があったりとか。だから、沖縄が寿命長い言うて。ああ。豚肉ばっか食べてるから。確かに。あぐー。あぐー。あ、銘柄に興味持ってそんなに豚肉食べてるんですか。沖縄で豚肉料理多いやん、うん、何でも結構豚やん、キャンプルーとかにも入ってるし、あ、うん、豚ちゃんと豚足、うん、耳がとか、耳がね、あ、まあ肉はいいらしいよ、だから、うん、でも食べれないよな量は。二十歳にしても赤身が限界になり始めた。それ早いよ。早いですよね。カルミ。脂身起こせ言ってたよ、そんなことは。牛脂起こせ言ってたよ。いやいや、なんかカルビたまにすごいきつい時あって。あ、まあ。2、3日覚悟よ、俺らも。体調悪い。カルビ食う時は。食ってる間うまいねんけどな。ああ、確かに。一切れ目めっちゃ美味しいんですけど。うん、そうね。うん。なんか。スカーが、だから、ふるさと納税でステーキ。みたいなのもらって、うん、ダンスミュージックかけた、ダンスミュージックかけていやいやいや、かけないっす俺、ピシッ と閉じて窓も静かにテレビ見ながら、そう焼いたんだけど、やっぱ半分で次の日にもう半分一枚焼いたんだけど、丁寧に、あの焼き方も見て、何度で何分何分ちゃんとやってやったけど、やっぱ半分で。そうやな、たまにさ、はい、互い方の鉄板焼きなんて、まあ仕事とかで行くことあるやんか。はい。はい。ロケとかで、うん。あれで出てくるステーキ肉って、はい、もう子供の拳ぐらい出てくるやん。はい。はい、はい。やっぱ若い時ちっちゃいもんだけど、今、まあ、あれで十分やろ。いいサイズだね。いいサイズ。いいサイズなんだよ、ね。わかってるね。うん。マジですよ。沢ちゃんぐらいからしたらまだ、あ、ちょっと。子供の拳やんけと思うやろうけど。うん。まだちょっと少なくないと思います。少なくないと思うやろ。うん、あれちょうどいいね、あれ。へぇ。そんな日が来るのか。もっと椎茸とか焼いてくれへんかなと思って。椎茸あったら必ず頼んでしまう。悪い癖。まず椎茸でしょって言ってる。そういう鉄板焼きとかまださすがに行ったことないか。シェフが一人で立って。はないですけど、全部あれで、うん、料理全部あれで作るの、カチャカチャカチャ。ああ、でもない、そう、都内ではないです。沖縄で行ったことがあります。ああ、沖縄で、沖縄のいいとこ行ってるよ、それ、ほんなら。名護のところ、知ってます。うん、いや、わからんけど、うん、沖縄多分いい店、鉄板は。ところ行かせてもらって、うん、そこをめっちゃ好き、うん、生意気やな、果たしてそこそこでお前グラビアの撮影の流れで、そうです、グラビアの撮影で、うわいいな、なんかそこでお誕生日お会いしてもらったりとか、ガーリックライス作って最高、そう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 、あ、めっちゃいいな、最高だな、あんなのほんま、あのロケも上級芸人が行くやつ、確かに、下級ロケ芸人は行かないやつ、いや本当贅沢な、グラビアって本当贅沢なもの、そうやな、なんかグラビアの編集さん
ギャラ安い分取ってる期間はエビ飯食えんねんや。そうですね、だからそれかグラビアの編集さんがすごいグルメな方ってやっぱ一編集部に一人ぐらいいて、その方が担当になってもらうと本当いいとこ連れててもらえる。編集者じゃないとこ頼ってる人とかね、営業部とか行ってた人は多分すごいいい店知ったりして、あ、そんなことないわ、編集の人知ってるわ。編集の人やっぱ漫画家さんとか担当されてたり、漫画家さんの好きな店連れて行ってもらってるから、あ、接待的なことだったりとか、接待もあるし、その漫画家がもうあそこの久々にあそこの肉食わないもう書かれへんって言い出したら用意しなあかんわけやん。はいはいはい、まあ、気分をね上げて書いてもらうのが仕事ですもんね。それはもう経費やから。はいはいはい、うん、わ、そういうのもあんのか。 それで俺一回その、はい、そういうの話聞いてたから、はい、それこそ、うん、あのコチカメの秋元先生、うん、秋元先生がたまにそういうもうあそこ食いたい、うん、もう次の連載のためにパワーつけてあそこ食いたいっていうとこを行きますって言われて、どんなええもん食えんねや思って言ったら、ナスビ炒めるだけの飯。うまいんだけど、めちゃくちゃナスビこんなうまく食べたの初めて行くぐらいうまいんだけど、あ、別に高いとこってわけじゃないのね。その人のお気に入りだから。そう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 、まあ、ナスビをスライスしたナスビをジャンジャン焼いて食うとかね。異様にうまいねこれが。わ、油ひたひたになって。そう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 、まあまあ揚げ焼きぐらいの。そこまでだから行き切った人というか、僕らも若手の頃に芸能人に、あの、深亮さんに飯連れてってやるって言われて、ほんとひじきとかきんぴらとかも入れられる店に行って、ね、今となっちゃわかるんですよ。そうね。和食のコースみたいな。そうそうそう。一番いいイメージだけどな。おわんざいとか。そう。全然わかんなかったね、その時ね。その時はもう肉を。肉、寿司、どっちかって思ってたのに。行ったら、そのことを、あの、面白いエピソードとしていろんな番組で話してたら、深川さんがちょっと、機嫌悪く怒ってるらしいって。マネージャー経由で。マネージャー経由で。いやいや、ちょっと面白く喋ろうと思って、まあちょっと面白く喋れてなかったのか知らないけど。何なんだよ、深川さん、深川みたいなことになったんや、最後言うて。まあまあ。それで落としてたから。そうなんですよ。うん、あれはちょっとピリついたね。ピリついた。申し訳なかった。今となってはそれが良いと分かるっていう話にしてなんか今となっては本当にあれが一番ごちそうだもんね。フレンチとかイタリアの要素の入った和食のコースね。あー、コースね。あー、和食。うん、ちょっとずつ出てくる。あー、いいな。なんかお茶漬けみたいなんでもなんか結構。こうこう、そう、こだわったようなね。最後、最後にこう土鍋でご飯持ってくるみたいな。ああ、わかります。もう器とかもすごい見ちゃいますよね。器の、わ、綺麗な器だなとか、もうちっちゃい。一個一個ちっちゃいな、お前。そう。どうでもよかった。ガラスの、今はもうガラスの中に、キュウリの酢の物が、この色はいいなとかで楽しんでる。あ、20代の時やったら、クソだよって言ってたよ。何でもいいんだから、その量を持ってこいって。分かりやすいやつ、ね。肉と飯持ってこいよ。人は変わっていくもんですよ。そうですね。さあちゃんもね。はい。いずれはそうなっていくよ。いやー、そう。こっちにニキビ出そうなのか、こんな。うん。いいものを食べたいですね、でも。そうね。いいもの、いいものだと思いながら食べれるようになりたいです。まあこれの収録終わりに連れて行ってやるには俺らも体力なくなりすぎた。歌ってますしね。歌ったし、歌ったし。じゃあ宛先をさあちゃん。はい。はい。あっぱれやってます水曜日では出演者へのメッセージや質問、各コーナーへのお便りを募集しています。はがきは郵便番号 530-8304、MBS ラジオあっぱれやってます水曜日、メールはやるすやっとマーク MBS1179.com まで、お便りをいただいた方の中から抽選で3人の方に番組ステッカーをプレゼントします。はい、じゃあ曲を聴いてください。はい、AKB 大先生で、アイドルなんかじゃなかったら。ケンドーコバヤシが AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。お便りやってます。はい、このコーナーはボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーです。さあちゃんお願いします。はい、
滋賀県ラジオネーム魚肉ソーセージさん、はい、ヤルスイの皆さんこんばんは、少し前まではちょっと恥ずかしいとされていた一人焼肉一人カラオケが最近では随分と認知され当たり前のようになってきました。そこでお聞きしたいのですが、皆さんが普段やってみたいと思っているが恥ずかしくてできないことってありますでしょうか。何やろうな。ジムとかな、行ってみたいんだよな。ジムとか、おチョコザップとか、うん、まあ、チョコザップとか入ってみたいんだけど、田中チョコザップに行ってるよってなんか誰かに言われるんじゃないかと思って。俺でも全然チェーン店やね。え、おチョコザップですか。チョコザップやな。え、何がですか。俺が行ってるジム。あ、行ってるチェーン店のとこ。チェーン店よ。あ、全然いっぱいいるよチェーン店の人、うん、そうですよね、うん、むしろガチはチェーン店じゃないか説も出てるからな。あ、どこでも行けるから。どこでも行ける。あ、そうです、ね、店舗数多い、うん、でもなんかやっぱりヤギだってきんに君だって庄司だって野田だってチェーン店がな。へえ。でも山根が言ってたのがゴールドジムとか行ったらもうみんなムキムキで、うん、山根が一人だけガリガリなんですよ、うん、それが恥ずかしかったって言ってたんですよ。あ、ゴールドジムはね、最初ね、最初俺がそのジムとか行って、だからチョコザップだったらいいんですかね。いや、むしろその一人だけガリガリのとこの方が優しくされると思う。なんか優しいねんって、うん、人に聞くと、うん、ガリガリの人が、ガリガリの人来たらみんな温かく見守るのがジムあるあるらしい。でスタッフさんがね結構ね押しに来てくれるから。へえ。でもね恥ずかしかったって俺はね、その最初に行った時もう十何年前、うん、芸人になってすぐぐらいかな、うん、行った時はほんとコソコソしてたのよ、恥ずかしいから。そうするともうスタッフさんも近づいてこれないようなところでずっと人がいないとこいないとこにいてずっと恥ずかしい気持ちでいたのよ。あれ一言声かけてもらえば別にあのできると思うよ。恥ずかしくはないと思う。いや近所にあるからそのチョコザップが。チョコザップはでももうあのみんな着替えもしない、うん、入っていっても10秒で筋トレするっていうことですよ、うん、いやまあ自分の自重で腕立てとかしてるんですけど、うん、まあそれもまあ20回ぐらいできるようになってきたらちょっとまあね、ちょっとパンパン20回できたら、はい、もうマシンに打った方がいいかな。マシンに行った方がいいなと思って。お前20回しかできない20回腕立て20回しかできない。え、いや20回もう本当最後の19回とかうっつって上げるぐらいですよ。そうか、もうちょっと自由でやった方がいいかな。じゃあいいってことですよ。俺行かなくていいってことですよね、まだ。自重の範囲を。あ、でも、だから結局、楽しくなって、大きくなってきて、長くなんねんけど、うん、ジム行く目的って、本当は時間短縮やから、自重より早く済むのよ。あー、なるほど。追い込むのが。例えば俺だったら、重いやつを5回上げれば、そうそう、そういうこと。済んじゃうっていう、うん。負荷をかけて終わる。そういうこと。だからほんまは短縮のはずやのに、みんなハマっていって、うん、ジムの方が長くなるんだよ、あれ。ああ、行ってね。うん。すごいな。いやあれはね、はい、あの簡単に言うたら、うん、脳内麻薬ドバドバ出るときあるの。めちゃくちゃ気持ちよくなってくるのよ。重たいもん持ち上げるって。重たい持ってるの。ああ、いやあと、うん、若林のオードリーのインスタ見てたら、うん、今ジムに行ってんだよ、ね。ああ、トレーニングしてる。来るべき決戦に備えてる。この今や戦ったらちょっとやられるかもなっていうぐらい。お前が壁にドン入れられてる。で足で上半身からあーって蹴られる。それ見ててちょっとこれこっちもそろそろ捨て頃の体勢になると思うから、うん、ちょっと体を鍛えとかなきゃいけないなと思って。春日とかにも聞いてたな、若林くん、うん、あ、そう、どうやってトレーニングしたらいいんだろうみたいなのは話してたね、ラジオとかで。そうそうそう、だからちょっとやっとかないとなと思っても決戦だから。それを見て俺もさすがにジム、まあ、空手の下地あるからな、うん、あとはパワーつけるだけで。はい、空手はもう完全に新の流ね。はい、新の流で。メガネ屋の新の流、メガネ屋で町空手ね。町空手でやろうぜ。町空手でやろうぜ。町中華しかないですか、それは。町空手で鍛え上げたこの天性のこの、ね、それ天性ちゃうやんか。鍛え上げた間の取り方、
結局はあの距離だから、あの蹴りがジャストで当たる、うん、距離とパンチが当たる、相手が届かなくてこっちが届く距離がやったら負けるわけないからな。そうなんです、うん、あのやっぱバキも見てるから成功権、あでもバキ見てたら、うん、やっぱりちょっと強さって分からなくなるね。あどういうことですか。だって、うん、あのドリアンっていう、ドリアンな、あいつ、うん、もう完全にこいつ死んだと思ったら、うん、蘇ってくるんじゃないですか。爆発させられてる。こいつ知らないじゃんっていう、うん、なんか物理的に血がザーッと出てたのに、うん、瞬時に治ってたりするんですよ、うん、その辺が強さって分かんなくなってる。いや、あの5人と俺だけは特別やから、うん、健康さんも、あそう、健康さんもシンクロニシティやから俺も治るっていうことだ。あの5人と俺だけはちょっと特別ですね。そのああそうなんですか、ね、うん、あと顔の前に柳流行な、柳流行、うん、あの5人と俺だけは特別やから、あれができればな、柳流行の。俺そしたらもう若林もあれ一撃で酸素があるの真空状態、実は一番の猛毒は酸素やから、ね、そうって俺あれはもう聞いても、ああそういうことかっていう、ひっつけてキュッてやるだけや、あんなことになるんだと思って。まあバキ負けたからな、あれ。ああそうです、そうですね、完全に負けたよ、あれは負け。今ちょうど見てる途中なんで、死刑囚、死刑囚、ようやくさあちゃんの敗北が知りたいの元ネタ分かった。ああ分かりましたし、嬉しいですね。今はなんかアメリカの刑務所かどっかで、うん、なんかVIPルームみたいなのもらってる人、うん、がなんかその人が逆にちょっと悪を退治してくれるみたいな。ああ、あれな、あいつ、なんかすごい筋肉の黒人みたいな、名前ど忘れした、名前ど忘れした、いるよね、黒人のな、オリバー、オリバー、ビスケットオリバー、オリバー、オリバー、あいつの話にも入った。オリバーが一番すごいからな。オリバーすごい。ああまあすごいな、あの警察がああいうことをしたらよくないなと思ったけど、あれがまあ悪を退治してくれてるんだったら、唯一こう裕次郎と対等に喋れるやつやからな、裕次郎、バキのお父さん、まあ、バキのお父さん、ああ、うん、いや俺聞いたら、あれ俺が見てるバキって、うん、俺あれを最初に見てるんですけど、もっと前があるんですね。えお前死刑周辺を最初だと思ってる。最初だと思ってたんですよ。これもそれアニメで、あ、バッキーあるじゃんと思って、そっから見始めちゃったんですけど。ネットフリックスで。はい。グラップラーやってないんですけど。ドゥン。デデンですよね、あの、M1 の。M1 のね。デデン。ヤーレンズ。ヤーレンズ。面白かったな、あれ面白かった、確かに。いや、あれを、前の辺を見なきゃいけないですね。でもアニメないんでしたっけ、あれ。あるよ、あるよ。グラップラーって、グラップラーバッキーされてない。ないよね。グラップラーバッキーしてない、なんか死刑周辺はされてるけど。そうそう、最強トーナメントあるやろ。え、最強トーナメントは、その前ですか、その死刑周辺。前。の前。あ、じゃあ俺そっちを先に見た方がいいんですか、どっちかって言ったら、両方あるとしたら。いや、グラップラーバッキーを見た方がいい。うん、グラップラーバッキーないと思うんだよな。あるやろ。ない。あるあるある。あります、アマゾンからあるんちゃうか。ああ、アマゾンプライムの方で見てるよ。アニメ。いや、だから俺死刑周辺から見てるんですよ。いや、ヤシャザル編みんな話並んでよ。ああ、ヤシャザル編。ヤシャザル編。知らないな。ヤシャザル編。ヤシャザル？サル。いや、かつての話がよく出てくるんですよ。うん。で、その話。しのぎ交渉とかな。はい。で、ちょっとこれ、見てたら、これ絶対前があるなと思って。あの死刑囚と、最大トーナメント選手たちが戦っていくんやから、あれ。うん、ああ、そうなんですね、うん。いや、だから登場人物があまりにも、唐突にバン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 出てきて、これ多いよって思ったけど、それぞれはもうみんな知ってんすね。みんなもうバキと、バキたちと戦ってきたメンツや。うん、トーナメントで。いや、そうそう。あと、バキの彼女とかね。小杖。小杖となんかイチャイチャしてる時に必ず、後ろになんか出てくるんだよね。いや、あれがもう、あの辺が、あのシーンが好き。死刑周辺は特にな。ああ、そうなんですね。死刑周辺で、まあ、バキ・サガっていうのがあるけど、うん、これアニメ化されてないのかな、うん、どうやねんやろ、うん。単行本一巻分の、二人の初体験の話やんね。うん、そうなんすか、うん、名作よ。バキがもじもじするんだよな、あんな強いのに。
もっと行けよと思っちゃうんだから、バキュン。俺が思うって相当。バキュン、お前全然行けないよ、ね。女性にはいろいろこうトラウマがあんねん、お母さんのこととかな。ああ、そうなんすね。そうそう、いろいろあんのよ。まあまあまあ、ちょっと見てみます、もうちょっと。うん、はい。ちょっと、お題には答えられんかったけど、次行く。確かに。一人さんとか。愛媛県ラジオネームリンコリンさん、やるすいメンバーの皆さんこんばんは、こんばんは。私は今年の夏から東京で初めての一人暮らしをすることになりました。やめなさい。今からとてもワクワクしていて、どんな家に住もうかなと検索したりしているのですが、うん、なかなか理想が決まりません、うん、そこで皆さんに質問なのですが、うん、皆さんがお家選びをするときに気をつけていることや選ぶときの基準などがあれば教えてください。いや、夏かな。俺はもう、俺は逆に探しやすいかもしれんな。大型バイク止めれるとこから探すから。ああ、少なそう。そうそうそう。めっちゃ少ないねんけど、うん、そっから選ぶしかないから。うん、はあ、いやー、まあ内見とかするの俺めんどくさいからな。あんまりしないかったら、俺は上京した時に東京の物件ですって言って、買われたら埼玉の川越だったの。でも俺は知らない。俺はもう東京、それが東京だと思ったから、住所でずっと東京都川越市って書いてて、恥ずかしい目にあって。郵便屋さん、こいつ行かれた埼玉県民だなって言うと思われたっていう。だからちゃんとまあ不動産屋さんで、まあでも大手のところに行ったら普通はちゃんと案内してくれると思うけど、田中君言われへんやったらいいんやけど、もう新居なの。もう、あ、もう新居です。はい、新居、はい。それは内見した。内見しました。それはもう別に2人で、うん、はい、もう岡田の前かお前。いや、俺もう結婚してますから。岡田の中、結婚後に、結婚後に内見してますから。岡田の中かっつってお前。岡田奈々ちゃん状態ですよ、状態。本当に。でも不動産屋さんの人も田中さんですねみたいなことは一切、岡田さんじゃないですよねって言って、いやいや岡田さんじゃないですよそれは。でもその時の大事にした部分とかっつって、でもやっぱり、うん、やっぱ多少綺麗さが大事だな俺。なんか何件か内見したんだけど、やっぱ汚い。あれでもあれ、あのやるやん、あ、リフォームね。そうそう、リフォーム必ず。はいはいはい。髪型全部変えるし、絶対、うん。で、ちょうど俺が入る物件が、うん、ここ結構お金かけて、リフォームするみたいなんですって聞いて、うん、あ、じゃあここいいなっていう。うん、もうめっちゃ綺麗になりましたね。うん、もう新築みたいに見えるよね。新築みたいになる。まあ、壁紙もおしゃれに。結局壁紙変えたらそうなんのやろ。そうそうそう。グレーのおしゃれな壁になって、うわ、めっちゃいいと思って。なんか床も板も全部張り替え、なんかちょっと白目の木みたいな感じで、超おしゃれな部屋になっちゃったよと思って。だからまあもう綺麗さ、綺麗になるっていうことが一番で、なんかちょっと匂いが残るとか嫌。綺麗汚いは気にしな、うん、そんな気にしなくても綺麗にしてくれるから、多分引っ越す時に、ほとんどのマンションは、まあ、だから何やろな、まあ、まあよく言われるところに水回り、あと駅地か、あ、あのあれやな、夜のその街やな、あ、治安とか、ね、雰囲気とか、ね、夜でガラッと変わる街あるから、うん、確かにそれチェック し忘れがちですよね。だそう、やっぱ警棒を持って夜うろうろしな、その引っ越し先は本気警団みたいな感じで、ガチ やった方がいい、ほんまに東京やし、東京や、その前に職質されました。警棒も今度引っ越してくるんだよ。入れちゃいけないなんで持ってるか、その警棒で。夜なんかあったらあれなんで、銃刀もなりました。なんかお巡りさん、ついてください。やばい、やばい、ちょっと怖い。通報されるよ。まだ最初。いや、でもそれぐらいの覚悟がいるよ。女性っぽいもんね。そうですね、私はって言ってますしね。だから、なんかそこ一番見た方がいいかもしれない。確かにね、オートロックついてても1階だとあんま意味ないとか。そうね、治安は、そうそう、夜のだから近所のコンビニ見に行く、まあそんで客層、駐車場にガキが溜まってないかとか、確かに、うん、雰囲気悪いところあるもんな。あとはちょっと階層が高い方がいいっていう
ゴキブリが出ないのよ。そうね。ああ、確かに。川だと、ね、川とゴキブリが、4回以上は確か出んのかな、川は。ゴキブリもうちょっと上か。そう、うん、めっちゃゴキブリ嫌だからね、マジで。で、出るってな、出る家になったらもう、ずーっと出るから、一回、うん、ちゃんかわいの家なんて、引っ越した初日にゴキブリ出て、ずーっと。でも、女の子やったら、はい、男連れ込む、わざじゃあるけど、キャーって。ゴキブリ怖いんです、言ったら、おー、俺がいてるよ。そういうね、女の子だって連れ込みたいやろそらたまには、まあね、うん、そういうパターンもあるし、ね、ゴキブリが出ちゃってみたいな、うん、って言うたら俺が言ってやるっていう鼻息荒いやつおるよそこでほんまに根性座ってるかどうかも見れるしな、あ、うん、腰引けてるかもしれないよ、いざ来たいっつって言って触れない、どこから出たの、うんうんうん、なんか東京で俺だから今は一軒家にいるけど、うん、あのやっぱ憧れで、あのタワーマンションのめっちゃ高いところに住んだことあるんですよ、うん、29階か28階ぐらい、うんうん、なんか若干調子悪くなりましたね、あ、気圧とかなんか、うん、ほのかなこう揺れ、うん、みたいなんとかを感じるとか、地震を、ね、逃すために大きく揺れるからね、うん、上の階は免震ので細かく揺れてるみたいなのを聞いて意識しちゃったのかもしれないんだけど、うん、なんか若干ダメだったな、そう、普段から風で倒れへんように動くようにしてんな、確か高層マンションって、うん、強風でボキってならないように、合わない人は合わないって言いますね、もうタワマンはね、そうそうそう、全然それを感じない人とかだと、まあ、いいんでしょうけどね、カート、うん、ゴキブリはもう出ることないけどね、高層階は、うん、そうですね、絶対出ない、なのにあいつは出るからね、あの小映え、あれは、そうなんだ、あれはあれらしいな、もう防ぎようないねんて、なんか食品とかそういうのについてたりとかするってこと、そうそう、ベランダで植物買ったり、はいはいはい、人が一人で持ったら、うん、そこから生まれるし、うん、あのほんまにあの便器を通って行くから、だから便所から出てくるんです。その下水溝とか、その排水溝の間からね、うん。で、誰もベランダに植物買わないマンションなんて多分世の中ないやん。ないでしょ、ね、だからまあ小映えだけはもう防ぎようないか。小映えホイホイ買うしかない。生涯付き合っていかないと。うん。うん、あ、でも一人暮らししたら部屋とかおしゃれにしたいとかって思うよな、最初おしゃれにしたいと思うけど、ね、意外とおしゃれになんないよ、全然できないよね、デカめのテーブルとか買っちゃうんですよ、ね、やり方が分かんない、ね、マジでトータル最初からきっちり絶対一個一個外さないように買わないと、そう、ソファって意外にでかいし、そう、トレンディドラマ見てたから、あの床にテレビを置いてみたけど、やっぱ畳の部屋で床にテレビ置いてても全然おしゃれじゃないよね。そのぐらいはわかるだろ。そう、俺もでも確かに床にテレビ置いた時期あって、結局テレビ台が便利やなと思って、家具屋行ったらテレビ台ってこんな高いんやってビビって。そうなんだ。なんかテレビより高いやん。いいやつね。高いからおしゃれなものって如実に高いから、おしゃれなんないの部屋って。確かに。今の子はプロジェクターでやりますもんね。テレビ置かずに。そうやな。マジね。もうやっつか。私もすごい考えたんですけど、もう技術的なものが何もわかんなくて。俺も多分一回乱れたらもう後輩呼ぶしかないから。でも、まっすぐ置かなくても、横の方に置いてても、うんうん、なんか広がりでうまく、あ、そうやね、真四角に映せたりとか。そうそう、あと電気についてたりもしますしね。ああ、そう、一緒になってるから。あれすごい便利だなと思うんですけど、まあまあ、各事務所にそれ得意な後輩絶対おるしな。まあ、そうですね。機材系がね、うん、そう、あと、うん、沢口的には高速道路の沿いには住まない方がいい確かにな、音ね、そう、なんか安か、やっぱ安いんですよね、沿いって、うん、私も上京した1軒目がそこで、うんうん、なんか夜寝れない、やっぱトラックがな、トラックもそうだし、うん、こうサイレンの音とかも、うん、やっぱ近くに消防署とかもあったんで、確かに治安はいいんですけど、ね、ま、近くの時トラックのドスンって振動でこっちのぶら下げでスプーンとかチャリンって言ったりするもんな。結構な衝撃やねんな。結構ちゃんとありますよね。実家も揺れてたな、トラックで。うん、よそ走ってる。大きいトラックって揺れるよな。揺れる。周り揺らすよ、あれ。うん、
でも高速の近くとかは田舎だとあんまりそういうね意識ないもんな、うん、そうですね二重サッシだったらまあギリ、うん、耐えれたりしますね、うん、あ それがついてない一枚だったら、うん、めちゃくちゃ入ってくる音、うん、まあでもそんなにそんな抜きにして女の子は治安よ治安いや、うん、本当に、まあ、まず第一に治安治安かな、うん、もう治安のいい街そう帰り道がストレスになったらもう帰りたくなるよ田舎に多分、うんうん、いや本当にそう、うん、いやかも怖いしあんま三茶とかおすすめしないです場所言うな確かに夜ガーッとかあるからねあそこいや、まあ、俺もそこのこと言ってんねんけどなんか最初夜は別の街やからねあれそう18で上京してきて、うん、もう衝撃的すぎて土曜日の朝とか、うん、早朝に、うん、やっぱこうロケとかで早朝だから行く時に、ね、酔っ払ってるおじさんが寝てたりとか吐いてる男の人がいっぱいうじゃうじゃしてて何これと思って田中は結構港区普通に言うやんか、うんうん、はいはいはい、まあ、俺も三茶も入れてるからあ三茶もあそこもね若い俳優とかアイドルとかよく飲んでるのよあ、そうなんですか、ね、あと、マイケルさんね。サンちゃん。ちょっとスケベ系芸人があの辺住むという感じだから。そう。代々。あ、そうなんですか、うん、確かにな。憧れる。なんか分かりやすいのはサンチャっていう東京の渋谷から2つでねなんかおしゃれな街ちょっとおしゃれで古着屋とかもあったりするちょっとおしゃれではあるんですよね夜中別の街やからねあれ本当にびっくりする夜中だけニューヨークみたいになるからなあれまっすぐ家に帰れないというかなんか絡まれたりとかもやっぱしたんで声かけられたりとかねびっくりしましたよね、うん初めて住むにはちょっとハードルが高いそう、ね、そう行くんだったら桜新町まで行けばサザエさん急に本当に穏やかな街になるね穏やかな住宅、うん、本当でもそれ一駅だからね三茶と桜新町二駅いやまあでも最悪歩いて行ける距離やろね、うん、そうですよねそのぐらい変わるから、うん、しかも電車の便利さがもう桁違い変わるけどね交通のあまあまあそうですね、うんうんうん、まあ分かりやすい名前のとこはちょっとやばいとこ多いですよね有名な場所有名なとこってやっぱみんなが、うんうん、あ知ってるおしゃれかもって言って来ますから、うんうん、あんま聞いたことないなみたいなとこだったら、うん、なんか変な人はいないあでもまあいるかいますいる、ね、逆にいますね逆にいるねあ逆にいるとおかしいだから難しいとこですね、うん、まあだからほんまお父さんかうん、彼氏かと、うん、夜中歩くべきやねあ候補の場所を、うん、確かにはいはいはい、うんまあ、いざだと俺が行ったるよ警棒を警棒持っていいですよそういうとこ見回るの大好きやから好奇心大好きはいということでこのコーナーでは僕たちにおしゃべりしてほしいお便りを募集しています宛先をさあちゃんお願いしますはいはがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日メールはやるすやっとマーク MBS1179.com お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしています以上お便りやってますでしたはいじゃあ曲聴いてくださいザ・イエローモンキーホテルニュートリノさあメールが来てます、はい奈良市の田町丸さん、うんやるすいメンバーの皆さんこんばんはこんばんは新年恒例のお雑煮の話もちろん今年もしますよねそんなにもちろんしますがちょっと今ねまだ年をね超えてないと思うんですねそうですね収録段階で僕は生まれ故郷が島根県、うん仁田郡奥出雲町という美版のロケ地として知られる町ああじゃあ砂漠みたいなとこああなんかあるんですか鳥取じゃない島根にもあるんですか仁田ってお米仁田米のとこああ仁田のなんか棚田みたいなありますよねお米うんはいはいはい帰ってたとこねはい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 主人公がルーツを探るああそこのロケ地らしいですけど、うん、相当の田舎やね確かに確かに軍ですからねあれかまいたちの山内の家はそこら辺ですよね確かに小学校とかなんか、うん、出身校だったんじゃなかったっけ、はいすまし雑煮あずき雑煮という2つのあずきのもあんねんそう、はい、2つのお雑煮を食べて育ちました餅は丸餅ですまし雑煮は、
醤油仕立てのかつお節や、うん、昆布などのだしに、うん、かつお節と海苔をのせるというとてもシンプルなお雑煮です。ちょっと似てるかも。海苔もうっぷるい海苔、16時まって書いてうっぷるい、うっぷるい海苔という高級な岩海苔を使った時の岩海苔お雑煮は特に絶品です、うん、最高やなそれ。シンプル。小豆雑煮はぜんざいやおしるこにに見た目は似てるのですが、しっかりと小豆を感じるあっさりとした甘さになっています。生まれは島根、育ちは千葉という、私はこのお雑煮が普通だと思っていたので、ある時テレビで具材が多いお雑煮を見た時にびっくりしましたというメール。確かに確かに。そんな魅力的なメール送知らんで正月ピンポン、やばいやばい、はい、雑煮を食べるだけに。いや今日いいですけど、いいですけどってなる。いやこれはちょっと使ってる、なんか食べてみたいね、その海苔のやつ、うっぷ海苔、うっぷるい海苔、うっぷるい海苔、なんか北海道っぽいよね名前がね。そうだね、確かにね、うん、なんか島の海苔変わった呼び名の、でもさっぱりあっさりした感じね。岩海苔と鰹節が乗ってるんだ。丸ね、醤油仕立ての鰹節は昆布などの出汁に鰹節と海苔を乗せると、うん、へー、丸餅は焼きですかね。その煮るのは、ね、どっちなんだろう。そっちもありますよね。焼いてないっぽいねこれは。煮ちゃうかな。煮か。いやこれはいいのが、うん、もうぜひ健康さんに、はい、リサーチしてみてください。今千葉ですかね。千葉、千葉の方に、そうね、千葉にお住みになってるから。なんて結婚したらさ、奥さん家の雑煮なんて広島の雑煮と絶対違うじゃん。あ、そらそっちやろ。ああ、初めて体験する。あれ母方のもんが継がれていくもんやからな。ですよね、基本雑煮っていうのは、うん、ああそうなんすね、うん、奥さんが作ったりするから。あ、地方的には どっちの方の人なの。関東です。あ、じゃあまあおすましか。おすましだと思うんですけどね。ちょっとどんなの作るか報告しますね、うん、そしたら大丈夫。まあいいですけど、健康さん俺の家だったら。でも半ズボンやで俺も。なんで正面やな。なんで半ズボンなんすか。正月の寒いのに。絶対すね鳥肌だらけだ。続きまして、うん、千葉県立ち丸さん同じです、うん、やるすいメンバーの皆さんこんばんは。12月12日に放送されたモノマネグランプリザ・トーナメント2023に健康さんが審査員をしていました。行った行った。あ、富士のやつ。いや、日テレの方ですね。あ、日テレの方。ええー、はい。その中で僕は、田中の蝶ならぬ、健康の蝶がどこに飛んでいくんだろうと見ていました。あったかな、うん、トルネードそっくりショーで、うん、オードリー若林さんに似てる一般人が出た際、うん、他の審査員が丸を出していく中、うん、健康さんだけが罰を出していました。あったかな、これはと思いましたが、うん、24歳の時の若林はもっと目が死んでたとのコメントにめちゃくちゃ笑いましたと、うん、いうことですね。若い頃の若林をやったんですかね、うん、このそう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 、でその時の目が死んでたって言って生き生きした今の司会者の目をしてたから。あ、優しい目を。ああ、その時だけ結構。あの頃は世の中恨んでる目してたからな。そうですね。芸人じゃないとあれを覚えてないですよね。うん。あの若林はもう世間知らんやもんな。知らないの、確かに。制度をちゃんと忠実に判定した結果、ケンコバの蝶になってしまったっていうことです。あ、逆に、だから俺以外の蝶みたいなとこがある。逆に飛んでってなる。うち、ん、が逆なんだよ。うん。そして大阪府堺市ディスコスターさん、うん、子供は親を選べないという皆さんこんばんは。こんばんは。いや、一人だけですよ。ごめんなさい、一人だけ、うん、先日あっぱれやってます月曜日のメンバーが、うん、あっぱれの他の曜日に行くならどこに行ってみたいかと話題となり、キスマイの二階堂さん、うん、声優の岩崎亮太さん、うん、女優の坂上茜さんは水曜日に行ってみたいと話していました。そう、山根経由で。おお、俺が話したから。水曜日は、どしもネタを話していると知ると、二階堂さんは、
アイドルという自分の立場で、うん、どのくらい下ネタの話についていけるか、うん、踏み込んでみたいと話していました。またゲストで来てくれた山根さんが、うん、ユエリーと沢口が喋らないと言っていたので、うん、一度月曜日に遊びに来てほしいと話していましたと。だから入れない話題の時にやっぱ全然入ってこれないじゃん。そうですね。おうん、難しい。今月曜日喋らないだろお前。え、月曜ってどなたがいらっしゃるんですか。二階堂くんでしょ。坪倉。黒ちゃん、その岩崎さん、岩崎亮太さん、と高野上茜さん、矢吹奈子さん、ああはいはいはい、そうそっか、ちょっともっと喋れないかもしれない。一回じゃあな、うん、あまあ一回じゃ無理だな。一回ちょっと、うん、黒ちゃんさん怖いから私の中で。黒ちゃん怖い。黒ちゃんさん怖いんですよね。黒ちゃん怖いか。なんか本当表裏なく怖いじゃないですか。なんかそのままじゃないですか。ゲスということね。うんうん、あそういうこと。ちょっとまだそこに慣れてない部分があって。そうか。もう国民全員にバレてるのにまだ漫才の時最初ににらみ聞かせて歩いてくる。そう声高くないと思われてて、そういう怖さじゃないんだよね。もうクロちゃんって、うん、そういう怖さじゃないからもうナチュラルクロちゃんいつまで洗ってんの言ったらもう団長が命令するって言ってたけど団長が決めてるって言って団長も世間のイメージとすり合わせてそれは作り変えないやってんだよ、うん、はい、まあまあ全然水曜日に遊びに来てほしいですよね。ね、来てほしいよね。うんうん、確かに交流をね、うん。はい。そしてもう一枚来ております。うん、東京都、ラジオネーム田中さんは才能の塊さん。うん、はじめまして、やるすいの皆さんこんばんは。先日新宿住友ビル内に入っているクリニックで、うん、妻と二人で人間ドックを受けてきました。結果は良好で特に大きな疾患は見当たらずほっとして昼食は何にしようか考えていた時のことです、うん。同じビル内に何か飲食店はないか案内図を見ていると。33階に気になる場所がありました、うん、平和記念展示資料館と書いてあるのです、うん、こんなビル内に資料館と思いましたが入場も無料だったので私は妻と入館してみました、うん、中はそれほど広くないのですがその中に気になるコーナーがありました、うん、シベリア抑留の厳しさを伝える展示物があったのです。ああ、うん、牢屋を再現したその展示物は暗くて狭い木製の二段ベッドに大勢の兵隊がボロ切れのようなものを身にまといカビの生えた真っ黒なパンを均等に切り分ける兵隊を見つめる人形が展示してあったり薪ストーブの上で飯盒に入った具のない水のようなスープを温める様子が見て取れました。また例の手作りスプーンも多数展示してあり、金属製や木製のもの形や大きさも様々でした。スプーンの話はこのラジオで田中さんから何十回と聞かされているので当時の様子がありありと目に浮かび感慨ひとしおでした。もし皆さんもお近くへお寄りになる際はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうかと。行きたい。住友ビル新宿住友ビル内、何回も近く行ったことあったのに。でもこんなのあるって知らないよね。ね、シベリア抑留の厳しさ。いやだやっぱみんな作ってるんですね。やっぱ作らされてって言ってましたよね。ハリウッドヒストリーの中でね。そう、みんなそれが命をつなぐスプーンって言われて、うん、私のひいおじいちゃんもシベリア抑留行ってるんです。ハリウッドヒストリーやマジで。なんか、うん、そう言って帰ってきて、うん、そう当時の総理大臣の竹下登さんから賞状を受け取ってそれが額縁に飾られてるんですよ、実家、うん、祖父母の家。そうそう、大変な、よく生きて帰ってきたね。そう、だからスプーンはまだ見たことないんで。いや、ケンコバさんの実家に行けばラッキョウすくスプーンとして使って。ありえない、そうやって展示されるべきものを、うん、マジで使ってるからね、マジすごい生活用品とか。おじいちゃんも喜んでんじゃん。まあまあね、確かに展示されるよりね。まあ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 、スプーンってほんまだから大きい港、はい、大きい港は大体そのスプーンの博物館あるからね、実は。シベリアから追く船の帰ってきた。そう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 、だからまあ限られ舞鶴とか、その辺の日本海側の大きい港には結構スプーン博物館あんねん。みんなそこに提出してんだけど、うん、うちだけでラッキョ作ってる。沢口とかはもうどっかで飾ってるんだもんな、ね、飾ってるのかもしれないですよね。
ただ駿河とか、うんうん、愛知の人やったらね、はい、あの縦軸で言ったらその辺に帰ってきてるかもしれんから、はいはいはい、そうですよね、もし見に行ったらもしかしたらひいおじいちゃんのがあるかもしれない、あるかもしれない、されてるかもしれない、もしかしたらケンコバさんのおじいちゃんと同じ近くで仕事してたかもしれないですよね。いやでもうちはシベリアじゃなくてあのウズベク共和国、そうなんですよね、ウズベキスタン、とにかくシベリアのいろんな西の方に あちこちに送りされてるんです、まあ、西か西の方、うん、なんかの番組でそこドンピシャで来たよね、ウズベキスタンで強制労働させられてた日本人たちの番組出てて、うん、出てた番組それをやって何の番組やったかな、でもここで俺が喋ったらややこしいことになるなと思ってあえて知らんぷりしてんだいやいやおじいちゃんがって言えばいいじゃないですか、そうですよね、あいやたまそれ奇跡ですね、たまたま自分の番組でだってそんな V が出るって知らずに言ってたんでしょあれ何やったかな、でスタッフさんも知らずに、スタッフも知らずに、その V を編集してケンコバさんがいる番組で流してしまうっていう、うん、これもなんかちょっと運命感じちゃうね、ちょっとした運命です、まあ、奇跡とかまでは言わないですけど、うん、何か運命を感じざるを、あのまだ気づいてへんようやから言ってあげるけど、はいはい、あのコーナー終わってるから終わってる、もう半年以上やってない、切られたことに気づいてないマジっすか半年以上やってないやろ奇跡のコーナー、確かに初期の頃しか、ま、メールが来てんじゃないかな来てないからやってない、奇跡のコーナー、田中のコーナーはできては消えていくから、うん、だから田中の腸のコーナーとか珍しく続いてるの、意外とね、今日夕方田中と一緒やったんだよ、さすがにこれは奇跡じゃないですよねって多分その辺はそれを奇跡と言い始めるともうダメだっていうのは自分でも分かってるから、あーハードル下げすぎてね、一応奇跡か奇跡じゃないかは確認をして、うん、まあこれは違いますよねさすがにっていう話をさせてもらいました健康さんと奇跡の見解が違うからね、田中の奇跡は、ただ和牛のがコンビで出てる、うんうんうん、番組に一緒に出るのはなんか奇跡的な今なかなかレアな体制、まあね、もうだって限られた人間しか、あと3ヶ月しかないから、ね、そうそうそう奇跡かなと思いましたけどね、まあまあ一応まだ募集は続けてるかな、奇跡田中の、はい、お待ちしてます、奇跡のコーナーね、はい、というわけで一般 CM です、沢口彩子が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってまーす、入射角と反射角のコーナー、さあこちらのコーナー、沢ちゃんのダサダサセンスで生まれたコーナーで、いきますよ、はい、カゴガーシカブトエビ、毎年当たり前にある母の作るおせちを何も思わず食べていたのに、いざ用意されなくなると無性に食べたくなるのは、うん、入射角と反射角の関係でしょうか。あー確かにな、うん、確かにな、母の料理な、おせちってうまくないからね、はっきし言って、うん、ずっと甘いですもんね、うん、当時うまくなかったじゃないですか、うん、でもラジオとかの通販のコーナーで、おせち届けますみたいなんで、これちょっと試食なんですけどで食べたら全部美味しいんですよ。さ今のはもうそうやろ、はあ、スカ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 事件以来みんな気使ってるやろ、めっちゃ美味しいんだよなあれスカスカおせち事件ね、うん、でもお母さんが作ってたんだよな、まああれだからおかんに楽させるためのもんやからな、まあそうですね、正月はそうやねっていう、うん、俺そういえば俺おせち、うん、友達の高本くん家に、うん、俺正月の三が日ぐらい泊まってさ、うん、毎日おせち食べてた、だから健康さんみたいなところで俺人ん家に、俺正月実家にも帰らずに大学生の行ってる時なんか実家帰るの恥ずかしくてダサいみたいな、あえて高本くんっていう友達の大学の友達に家に泊まって、そしたらもう、まあ、ご飯のためにおせち出してきてずっと食べて、迷惑やね正月三が日に
やだなぁ。でも大してお礼も言わずに、美味しかったですよ、みたいなぐらいしか。タイのことばっかり食べて。そう、なんか、うん、結構いろいろ食べさせてくれて、うまいなぁ。怖いとか食わへんやろ、その大学生やったら。そうですね。クワイのうまさは今はもう、わかります。タイのことか、縦巻きとか、食べやすいもん。ハムとか。食べやすいもんばっかり食うやろ。はい。うん。腹立つわ。何を人予想地域で食い食べやすいやつばっか食うよるこいつ。一回だけ健康さん級のことやってたな。続きまして埼玉県、はい、グラップラー岡、うん、はい、パソコンやテレビの見過ぎで目が悪くなると言ってる学校が、うん、タブレットで授業するのは入射角と反射角でしょうか。あ、今タブレットやね、学校が、はい、持って帰ってますね。重たいな、ほんなら結構重たいですね。言うても重たい、ノートより全然重たいやろ、ランドセルが、うん、で教科書ノートも一応持ってたりとかするから、便利なのか不便なのかって感じですね。そうそうそう、視力はまあおのずと悪なるやろな、子供今の子は。まあライトもついてますしね、あれね、画面にね。続きまして東京都杏仁豆腐、現実世界で一度もバナナの皮で滑ってる人見たことないのに、滑るものの代表として扱われているのは入射角と反射角の関係でしょうか。めちゃくちゃ滑るけどね、踏んだら。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ滑る。多分一番滑るよあれ。やっぱりあのでも皮がいい位置に行かないと滑らないでしょ。内側が滑るんでしょ、あの。そうや。いや、外側も滑る。外側も滑るんすかね。結構すごいね、あれ。狂気。なんかこういうロケやったのよ。アニメを現実にやってみるみたいな。ほんま、ほんまに、ステーンこけるよ、これ。危ないぐらい。危ない。でもあんまり落ちてることもないし、踏むこともない。そう、バナナの皮まず落ちてへんもんな。確かにな。落ちてない。でももうゴミがそんなに。ね、落ちない、うん、なんですか、落ちてんの。軍手とかももう落ちてないですか、最近あんま見えんな、うん、オートブスとかしかない、うん、なんか女の子が被るバゲットハットがなんか落ちてるの見るけどね、最近。えバゲハ、バゲハありますね、バゲハがガードレールに引っかかって誰だよとかいうのは最近逆に見るけどね、なんか軍手とかじゃなくて、うん、赤ちゃんの靴も落ちてるな。あ、落ちてるな。あれはやっぱベビーカーが落ちてるの気づかずに。気づかないですね、あれね。脱いだと。なくなったことある？買った方だけ。あ、なくなったことは俺はないけど、でも、やっぱり気になるじゃん。赤ちゃんってなんかわかんないけど、あの、ベビーカーからだいたい片足上げてんのよ。だから脱げるだろうなと思いながら。だいたい片足上げてんの。だいたい上げてますね。このお腹のところで、そこから出にくくするところからこう足だいたい出しますよ、赤ちゃん。見てほしい、本当に。楽なんだわ、なんかわかる。うん、新幹線のあのフットレストみたいな使い方してんの。に近いのかな、もう。まあで俺すごいショックなこと言われて。あ、ごめん、何かがは覚えてないけど、まあロケやと思うけど、はい、芸人さん 4,5 人おって、はい、でロケしてて、はい、で赤ちゃん、はい、だいたいお母さんが来て、うん、ちょっといいですかみたいな、ちょっと話聞くんやけど、はい、俺の時だけ赤ちゃんがガー笑うのよ、はい、俺が正面におると、はい、なんか嬉しいやん、はい、なお前ら見たかお前らとは心のあの綺麗さが違うねん。ああ、だから子供は分かるんだ。そう言わざるを得ないぐらい、健康さんの時だけ笑いましたねみたいな、はい、ディレクターがさ、うん、なんかやっぱ赤ちゃんって、うん、身を守る本能で、やばいって感じた時、可愛い子ぶるらしいですね。とだけ言うて、技術者消えていったのよ。なんやねん、あいつ。こっちは気分良くなってんのに。水差すな、めっちゃ。水差しちゃうよ。技術さんがいい。理論的にはちょっとわかるなっていう。まあ、言われはそういうこともあるのかと思うけど、言わなくていい。言わなくていいやん。こっち気分言うだけやのに。なんか、自分の身に危険感じた時だけ、可愛い子ぶるらしいですよ。スーってロケして消えていった。何やねん、あいつ。よっぽど痛かったんでしょうね。まあ、なんか、俺が上機嫌なんだ。鼻についたんだな。釘刺しておきたかった。こちら、兵庫県オリオン。東京の華やかな芸能界で一世を風靡した女優さんが、後に地方に移住してオーガニックにこだわった農業を始めるのは、入射角と反射角の関係ですか。パッと思うだけでも2、3人おるもんね、これやる人。確かに田舎出身だとやっぱ田舎に戻りたくなっちゃいますけどね。だからちょっと気持ちがわかるな。
まあ、一世風靡してないんですけど、うん、農家ね、農家ね、土じじりね、エンドレスバトルよ農家って。うん、高木美穂さんとか、高木美穂さん、工藤由紀さん、あ、工藤由紀さんね、上達したりとか、あと財前、財前直美さん、財前直美さん、今すごい立派な家建てられてます。高木沙耶さんみたいになるとややこしい、ややこしいことだね、沙耶さん、ややこしいことだね。ちょっと、なるほど、自然に帰るっていうのもなかなかね、オーガニックです、オーガニック、そりゃそうなんでしょうけども。こちら、加古川市カブトエビ、岡田奈々さんがアルバムの宣伝のためこんちゃこんちゃを訪れるも、こんちゃのマシンガントークで関係のない話に花が咲き、全然宣伝できなかったな。入社格と反社格の関係でしょうか。すごいとこ行きましたね、こんちゃこんちゃ行ったんや。こんちゃこんちゃって何、こんちゃこんちゃで関西で一番タクシーの運転手さんが好きなラジオや。みんな聞いてる、言いたい放題、もう言いたい放題、やばい人、やばい人って言っちゃうとあれだけど、やばい人よ。俺が聞いてた時期はね、俺の時モノマネしててさ、呼び出されてビッチしたから、ね、怖くて、怖い少年犯罪とか許さないのよ。正義感強すぎて、正義感強すぎて、無罪になったりするやん。もうその次の週の激怒っぷりったらないよ。連れてこいと俺の前に。岡田さんどうなったんだろう。え、でも違う話に花咲いたってことは、そうやな、で最近はね、こんちゃんもさすがにそんなこともないという噂も聞いたけど、まろやかになってる、まろやかな。もうさ、国会議員の汚職とか許さないよ。じゃあ今結構言ってる、このスタジオで土下座するまで許さないと。出てこいと、有権者である、ね、お代表の俺の前出てきて手ついて謝る。今じゃ正義の失しすぎんのよ。でも気持ちいいですよね、聞いてる人らは。まあ、多分明治時代とかやったら暗殺されてるよ。うん、そういう人よく岡田奈々ちゃん言ったね、確かに。うん、すごい。はい、というわけで一旦CMです。剣道小林が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。田中の蝶のコーナー。さあ、ザ・ダブルで勝者とは違う方向に飛んでいる田中の蝶の行方を送ってもらったんです。野田のせいで台無しにされたこのコーナー。もう一つあったんですからね、こちら枚方市猫眠たい、はい、1月3日の田中の蝶は、はい、おせちもいいけどカレーもねと言いながらドライカレー食べてました。普通のカレーだろそこは。ここはね、なんでまずドライの。ドライはもうちょっと、まあせめて1月下旬ぐらい、レーズン乗ってるやつやからね。違うな、違う保育ね。こちら東京都杏仁豆腐、 M1 の審査員が誰になるかという予想合戦が繰り広げられていた頃、田中の蝶だけ泉谷しげるさんを推薦していました。まだアンガールズが許さないという。許せないな、やっぱもう舞台上で言うってどうかしてるよね。いやいや、アンガールズやらしてみたいけどね、あの M1、 M1 ね、大品種だって、今回のだったら、いやだってもう決まった後に、こんちゃこんちゃんかお前ら、令和ロマンに決まった後に、いやいやいや、ヤーレンズだよって言い始めるよね、言い始める、誰舞台上でありえないですよね、あの状況で。そういう状況になったわけね、アンガールズが。そうそうそう、バイキングが良かったと、バイキングの方が良かったけどね、みたいな感じで全然受けてないんですよ、最悪、そのコメントが。うん、M1 でやらしたい、だからやらない方がいいよ。次行っていいですか。はい。東京都君は 10%、 田中の蝶は後輩のために本気でザ・ W 決勝に渡辺の枠を作ろうとしていました。まあ、ドッキリじゃなく、花輪のようにドッキリじゃなく本気でお願いして、渡辺枠確定でいただけませんかと。事務所の枠なんかあったら今やばいから。そんなことが表に出ようもんなら、そんなことがあったらもう大会自体もう終わっちゃうぐらい、ないだろう、そういうの見てる。渡辺いないんだから、今年一組も準決勝にもいないんだよ。え、ああ準決勝にも渡辺一組もいないからね。あの子らが解散したからな、仲良かったと思ったら仲悪かったという。
え、歌うまいこと、メガネの子の花、花賞、花賞、花賞ですね。めちゃくちゃ仲いい売りやったはずやのに、ね、実は仲悪くて解散してた。仲良し VTR みたいなのいっぱい見てんけどな。ザ・ダブル、ザ・ダブルは今回マイアンツ、ああマイアンツ、あは渡辺ですよね。なるほど、出てるやん、渡辺枠。そうです、あ、もう1枠確保してたんですか、うん、いやないですから1枠。本当にあれだってギャガーとして上がってきてますからね。すごいですよね。そうですね、東京都セールス森田、田中の長が一蘭でラーメン食べた後口コミに店員が全く顔を出さず失礼なお店だなと思いました。書き込んで。それが売りなのよ。特許取ってんのよ。あ、取ってる。あれ特許取ってんの。特許取ってる。特許取れるんだ。顔合わさなく、あ、女性の方も思いっきりラーメンすすれますよっていう。あー、リサーチ不足で言ったのかな。失礼やな、思った。手しか出てけんからな、店員の。確かに。そうですね。のれんかかっててね。こちら。岡山、オッドジョブ。一日休みになった田中の長は昼帯の観覧に行ってました。いいじゃない。思ったより長いからね。思ったより長いから。長い。ああいう観覧行きたい人がやっぱでもいるのがいいよ。昼帯やってるわと思って、うん、今日仕事早めに帰ってくるし自炊でもするかってスーパー行ってさ、うん、結構買い物して、はい、だからそう、もう昼飯も作ってこうと思って作って、はい、できて、うん、テレビつけたらまだ広尾やってる。もうだいぶ前にやってるわ。ね、午前中から午後まで。そう、午前中からやってるから。そう、午後までずっとだ。うん。だからね。そう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 。というわけで、はい。一旦 CM です。アンガールズ田中です。山根です。MBS ラジオ AM1179、FM906 からアッパレやってまーす。ここの、ここの言うてるやん。心のふるさとのコーナー。あんなにも好きだった。カラオケでもこれ聞きたかったな。あ、ほんまやな。誰かに歌ってほしかったな。この街に今もまだ私田中が吉岡里帆の仰向けのグラビアに帰りたくなるように、皆さんが帰りたくなる心のふるさとを紹介していきます。まず最初は東京都杏仁豆腐さん。ユイリーと同い年の僕の心のふるさとは、うんうん、資生堂椿の CM です。あ、2006年に広告費50億円をかけて制作された CM には当時のトップ女優仲間由紀恵、田中麗奈、上原貴子、広末涼子、水木有沙、竹内優子の6名が出演しており、さっそうと歩かしたね、はい、幼い日の僕はこの CM が流れるたびテレビに食いついて見ていたのを覚えています。出演者の中でも特に印象深かったのが仲間由紀恵さんです、うん、当時の仲間さんといえばトリックや極戦などユーモラスなイメージが強かった分、クールビューティー全開の艶髪をなびかせているギャップにドキドキさせられっぱなしでした。いやー、あのね、赤い赤いやつ、あとスマップさんの曲、ウェルカムヨーカーソー、確かにねーって言って、覚えてるかも、真っ赤な画面で最後向こう向いて歩いてきてるな、そう全員でどこ行くねって言ってたもん、俺いつもすごいお金かかってるのも思いますよね。まだ日本がちょっと元気やってんね、うん、そのさ、でもさ、出てる人が赤い服着て歩いてるだけで、うん、だから人へのギャラがすごかったってこと？いや、もちろん人へのギャラもすごいでしょ、うん、あれなんか海外パリかなんかやろ、あ、そういう海外で、ね、ほらあの時のトップ女優さんをみんなファーストクラスで、うわー、そっか、三つ星ホテルで、あ、スマップへの歌の権利、確かに、あ、
とんでもない。ああ、金かかってるっすね。で、まあ、それぞれが一流のメイクさん連れてくるわけでしょ。ああ、とんでもない。それぞれが一流のメイクさんとスタイリストさん連れてくるわけでしょ。確かに。CM ディレクターさん。うちの、その、うちのメイクさん、エコノミー座る好きですか？じゃあちょっと降りさせていただきます。ああ、頑張ってください。そうか。そうだ。並びとか。二つは女優。全員並べてビンタしたい。いやーでも椿はこれでねシャンプーとしても一気に。うん。今もあんのかな。あるんじゃん。あるよ。なんか見る気がする。うん。その世代世代でシャンプー。一気に定着させるにはやっぱそうですね。どでかい戦略がいんのよ。宣伝が。確かに。さあ続きまして、うん、千葉県、なおまるなおまさん。僕の心のふるさとは歌手の永井真理子さんです。ボーイッシュで元気あふれる彼女を初めて買った CD も彼女でした、うんうん、90年代にガールズポップの先頭にいた一人、あの頃に戻りたくなると CD を聴きますと。ずっとだったっけ。ミラクルガール。ミラクルガール。ミラクルガール。 ずっともいいです。いいよなぁ。どっちも好きだなぁ。ずっとは、なんか、学校のコーラス大会で歌ったなぁ。ずーっと。ずーっとねーっていうやつ。コーラス大会。コーラス大会で、いやいや、クラスで歌えなきゃいけないの。もう女子が決めて、俺らも。高校の？中学だったかな。中学のコーラス大会。コーラス大会全部のクラスが合唱コンクールみたいな、そういうのあるのよ。ミラクルガールは今でも時々聴いてんだよな。唇にメロディー言うてめっちゃうまいの。あの頃ってもう靴パクなんてないのに、うん、ってこのクオリティでこんな声出るみたいな。ヤワラの主題歌よ。うん、そう、いや、でもあの頃みんなヤワラ可愛い可愛い言ってたけどさ、うん、俺はあのやっぱミラクルガールの音楽に乗せて、うん、最後自分のおじいちゃんを洗濯物に吊るすっちゅう公演に弾いてたけどね。のくまじごろね。だって最後じいちゃん干されて終わったから。じいちゃんだもううるさいんだもん。もう練習しろ練習しろって。思春期のさ柔らね、ちょっと遊びたい柔らがさ、ちょっとでも浮かれたことしたら。なんで稽古場に来ないんだみたいなことで。だからね。で、再放送何回もやるからさ、はい、とっくに終わってんのに、はい、バルセロナまであと150日。出てましたね。そうそう、バルセロナオリンピックまで。やわらの、はい、ウィキペディア俺が書き換えさせてるからね。真相究明して。そうなんですか、ね、やわら、うん、ストーリー的なことが違うよっていうこと。最終回に、はい、ずっと、ずっと好きだったっていうセリフで終わんねん。はい、松田とやわらが空港で抱き合って、はい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 、でアニメ版でやわらちゃんがずっと好きだったって言ってんのよ。はい、俺これおかしないかってなって、はい、なぜならやわらは一時マジで風祭さんのこと好きやったやろ。そうですね、はい、うん、で松田はずっとやわら好きやったやろ、はい、で漫画やからコマで言ってるからどっちが言ってるかわからんから、はい、アニメの人はこれやわらと判断してやったんやろうけど、はい、これ絶対絶対松田が言うてるはずだって言って、うん、浦沢先生に俺聞きに行ったんだ。浦沢先生は、うん、あ、これ松田ですって言って、俺が歴史変えたからね。すげえ。そりゃそうですよ。風祭りさんのこと本気で好きやったもん。やわら、いや、そうなんですよ。あれショックやったもんな。やっぱこの髪の毛さらっとした金持ちのとこ好きやねんやって。そう。松田のあの、ちょっと泥臭く取材をするあの姿。そう、まあ、そう、決して風祭りさんも悪いやつじゃないんやけど。うん、松田には意地悪やったけどな。遠のけるために、柔らかな。気づくんだよな、うん。そうそうそう。あそこで柔らかずっと好きだったって言うと、この女、バケモンやな、もう。そうか、うん、アニメーションを作る人らは、うん、まあ主人公だし、うん、最後のワードで、うん、一途な女の子として終わらしたかったと思うけど、そうはいかんぞ。松田がさ、でも一番最初の1話か2話か分かんないけど、うん、
やわらが街角で変な男を一本背負いしてスカートの中をパンツを写真撮って新聞かなんか載せるでしょ、はいはいはい、あれ今だったら叩かれますよね。パンツだ天才柔道少女現れてなスカート撮ったのよ、うん、そう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 、あのあそこは今だともう無理、そうだね、規制かかるね、はい、でもあれ、うん、そこも浦沢先生すごくて、はい、絶対エロに感じさせないパンツの描き方してんねんって、あそこ、うん、俺に本気でエロ描かせたら、うん、世の中のエロ漫画家が廃業するというものすごい自信満々な天才にってこと言ってた、いつかやりますって言ってた、読みてと思って、うん、やわらの絵のめっちゃエロいやつ本気出したすごいんやろ可愛いもんな、やわら。そうですね。うん。でもタッチだよな。毎回髪型がいろいろ違うんだよな。そうそう、なんか、おしゃれに描くんだよね。ちゃんとね、谷涼子さんそれで合わせてたもんな。そうそう。谷さんもね。ちゃんと合わせてたもんな。あの谷さんも可愛いよな。うん、合わせると。さあ、そして最後。はい。兵庫県痛恨のマイクさん。うん。僕の心のふるさとは、ドラゴンボール、シティハンター、先駆け男塾、セイントセイヤと同じ1980年代後半に週刊少年ジャンプに連載されていた気まぐれオレンジロードです。あ、ヒロインの鮎川まどかは不良だけど純粋な一面も持っている、うん、当時はまだ存在しなかったツンデレという表現がぴったりな美少女。そうね、僕が漫画の登場人物に恋心を抱いたのは彼女が初めてだったように思いますと、うん、ほんま見てないんだよ、覚えてアンガールズ覚えてないか、僕読んでないんですよね、サラちゃん当然知らないよな、初めて見ましたね。いやでもよくなんか先輩芸人さんとかが例えとかで出してくるから、鮎川かと、そうそうそう、ヒカルちゃんかとな、そうなんですけど毎回今思ったらそんなやつおるかっていう女の子やけどな、そうなんですよ、せめて高校生で移動してんの、もしかしたら中学生とか多分高校生やもんだけど、はあ、まあ、不良でさ、まあ、タバコも吸ってんねんけど、うん、夜なったら一人ベランダでサックス吹いてる、ババババそんなやつおるか言って、で今までの子実は彼氏じゃなかったけど、まあ、美女やから、うん、こうしょっちゅうこのバイクとか、うん、フェラーリとか乗ってる本物のかっこいい大人の男たちが、うん、乗せていくのよ、うん、乗れよ窓が開いて、うん、でその姿を主人公のこう春日恭平っていう男が見てこうショック受けんねんけど、うん、っていう話やね何やそれって春日恭平やったかなんかそんな名前だ、春日恭平青春してますみたいな、うん、ちょっと読んでみたいな、三角関係なんですよ基本は、あ、その不良の鮎川に憧れたヒカルちゃんっていう女の子、うん、私もヤンキーになりたいですっていう子が、うん、その主人公の春日に恋してしまって、うん、で常にこう鮎川に相談すんね、うん、彼氏にするにはどうしたらいいですか、うん、でほんまに可愛い妹から真剣に相談乗んねんけど、うん、自分も春日に惹かれてるし、あー、ウィキペディア見ると、うん、超能力を持つ、そうそう、それ超能力って書いて力って読むの中二病丸出しやろ、沢口っぽいやろ、超能力って書いて力って読むの確かに一気に惹かれた一気にすごいテレポート能力、テレポーテーション、あー、いいですねそういうの、でも途中でもいらんようなんだよそれ、あ、その設定、設定単なる三角関係の物語としてこう伸びていって、檜山、檜山ひかるさんかな、そうそう、ひかるちゃん、はい、うん、あ、春日京介ね、はい、あゆかまどか、うん、まどかの幼馴染である檜山ひかる、そう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 、三角先輩っていうね、いや確かに全然見たことない、でも単行本自体はなんかもう20巻ぐらいで、いや大ヒット作よ、なんか読みやすそうですよね、アニメの主題歌も全部ヒットしてたしな、鏡の中のアクテレスとか、鏡の中のアクトレス、はははってやつ。はっきり言えばいいのに、うん。これ漫画で読むのか、アニメじゃないか。今のオレンジロード、うん、うん。笑けるで、今見たら。ヤシの木とか入ってたりするから、東京なのに。東京なのに。とことんおしゃれに、とことんおしゃれな画面構成にしてますよ、ね。ああ。麦わら帽子がね、あの、キーポイントなんですよ。階段の上から飛んできた麦わら帽子をパッと拾って、
それがまどかのものなのか光のものなのかという幻想的なシーンが幻想的なもうええわなんで俺がこんな語るのはい、はい、ということでこのコーナーでは皆さんの帰りたくなる心のふるさとを募集します。宛先はさわちゃん、はい、はがきは郵便番号 530-8304MBS ラジオ、あっぱれやってます。水曜日、メールはやるすやっとマーク MBS1179.com 心のふるさとの係まで、たくさんのお便りお待ちしています。沢口彩香が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。さてエンディングです。お知らせを、さあちゃん、はい、現在発売中のフライデーに表紙刊と、うん、掲載していただいていますので、ぜひ見てください。お願いします、うんうんうん、はい、じゃあアンガールズ、はい、僕の初エッセイ、ちょっと不運な方が生活は楽しいなわけやるか、現在発売中ですので、ぜひ皆さんご購入いただけたらと思います。はい、はい、というわけで来週はユーディー戻ってきてくれると思います。そして俺が号泣して帰る番だと思います。なんで泣いくんすか。泣いたら帰れる、泣いたら帰れる、泣いたら帰れる。本年度から適用されました、ね。ということでまた来週お会いしましょう。さよなら。